ジークベルト・タラッシュはドイツのチェスプレイヤー、ブレスラウ生まれ、ブローツワフはポーランドの都市だが、タラッシュが生まれた当時のブレスラウはドイツの都市だった。1914年に世界で最初にグランドマスターとなった5人のチェスプレイヤーの1人である。1、D4 ・タラッシュ・ディフェンス・タラッシュは機体の理論家として知られている。ビルヘルム・シュタイニッツの弱点である攻めが遅いこと。 攻撃開始までに敵にもその体制を整える余裕を与えたことに注目した。そしてどうすれば、シュタイニッツの弱点を克服できるかを考えた。タラッシュの提唱した中原の理論は、序盤において E4、D4 のどちらをポーンによって先に占めるかによってそのゲームの展開が決定されるかというものである。タラッシュがチェスプレイヤーとしてデビューした。 当時のプレイヤーの間では1、e、E4 と指すのが一般的だったが、中原の理論によって1、D4 の決定的とも言える優位が示され、チェス界を席巻した。そのため当時は、白が1、D4 と指したら、黒はもう戦わずして負けたようなものだと冗談半分に言われた。チェスでは、白が先手を取るため、 20世紀に入り 1D4 に対するいくつかの新しい防御法が発見されるまで、チェスカイは 1D4 と指して、白が勝つというゲーム展開によって支配されることになった。20世紀に入って登場した 1D4 に対する黒の王子として知られているのがニムゾ、インディアンディフェンスや、キングズインディアンディフェンスであり、1490年頃から、 刺されていたクイーンズ・ギャンビットも20世紀に入り現代的に改良され、1D4 に対する黒の王子としてよく刺されるようになった。なおクイーンズ・ギャンビットの変化の一つである 1D4D5 に C4E63NC3C5 はタラッシュディフェンスと呼ばれる。タラッシュは実践家としても大きな業績を残している。1908年に当時の世界チャンピオンであるエマーヌエール・ラスカーへの 挑戦者となっている。結果はタラッシュの参照5引き分け8敗に終わったが、世界チャンピオンへの挑戦者となったことは、理論面だけではなく実践面でも功績を残したチェスプレイヤーであることを証明している。ありがとうございます。